どうも皆さんこんにちは、キャベツです。今回僕怒ってます。結構怒ってます。以前に妖芸キャラにブスが多すぎるということで怒りましたけど、まあそれと同じくらい怒ってるんですよね。その今回の怒っている対象なんですけど、まあタイトルでね分かると思うんですけど、ホラーゲームの主人公なんですよね。分かる人はもうこの時点で頭に血が昇り始めていると同時に、これまでのホラーゲームへの主人公への怒りが思い出してきたでしょう。今回僕がその怒りを代弁させていただきたいと思うんですよ。怒るのは分かります。でも今僕の話を聞いてその怒りを僕に向けてください。そしてあなたが楽になれるならそれでいいんです。僕がホラーゲームの主人公への怒りを代弁することで皆さんが楽になってほしい、そう思って今回この動画を作りました。じゃあ行きましょう。まず初めに怒ってることなんですけど、まあ、誰かが失踪なりして謎の洋館に武器も懐中電灯すら持たず丸腰で乗り込む主人公に怒ってるんですよね。まあ先に言います、アホなん。あとね、なんで夜に行くん怖いやん。どれだけ焦ってても丸腰で行くの頭いかれてるとしか思えないんですよね。せめて懐中電灯くらい持ってったらええんちゃうん。仮に身内の失踪が根本にあって己の正義感云々で謎の洋館なり行くとしてもやで、警察に電話しようや、なんか手がかりがあるかもと思って行ったところで変なおっさんとかおったらどうすんの。そこまでやん。君の目的は何やねん。何かを解決することちゃうんか。それなら君ができるだけ長生きしなければ事件の内容全部わからんやん。死に急ぎすぎやねんな。まあ100歩譲って懐中電灯も武器も警察の動向もなしの状態で謎の洋館に行ったとしましょう。でもね、考えてみて、なんで謎の洋館に無断で入れんねん。それ不法侵入。もしその洋館の中で全く知らん人住んでて、君がただの正義感に先行されているために洋館荒らしたとするやろ、洋館の秩序乱れるやん。そういうリスクヘッジが全くできねえないんだよほんまに。仮にこれが間違いだったという仮定の推測を前提に思案しなければ社会では生きていかれへんからな。やからホラーゲームの主人公に抜擢されていることを重々承知した上で謎の洋館に侵入してください。そこまで横暴で犯罪行為すら無視しているのに乗り込むくせにやで。鍵がかかっている部屋にはなんでリーチ家に鍵探そうとすんのかな。そういうところで謎の良心心出さんでええから。そういうところがほんまにムカつくね。あとこれは飛び火かもしれませんけど、謎の洋館の住人わざわざ謎解き要素家の中に散りばめやんでええからな。めっちゃ敵に追われてるのに風車回さなあかんとかいうめちゃくちゃめんどくさい部屋の開閉、普段から使ってんのかい。酒浴びるほど飲んで女の子部屋の中に連れ込むっていうシチュエーションでわざわざ風車回すんかて。どんなプレイやねんそれお前。他にも特定のピアノの鍵盤押したり、本棚の特定の本傾けやんと開かんとろびらとかもさ、もし忘れたらどないすんねん。ホラーゲームの登場人物全員アホですやん。あ、そうそう、ホラーゲームには当たり前に登場する敵キャラですけどね、あいつらに出会った時大抵まあ普通主人公は逃げますよね。でもさ、大抵全速持ってんのなんなん。今までどれだけ運動しなかったんすかね。ほんでそっから別の部屋に逃げようとか廊下に逃げようとか思ってるみたいやけどさ、なんで窓割れんの。仮にその窓割ったら破片飛び散りそうやから怖いんですっていう考えで割れへんとしてもやで。ホラーゲームでは大抵道中でバールとか斧とか落ちてるやん。そういうのなんで使わへんのかな。開かへん扉もそういうとこでこじ開けたら全て解決するんちゃいます。あとね、懐中電灯ですよ。ホラーゲームにはなくてはならない存在の懐中電灯ですけど、あれめちゃくちゃ電池なくなるの早くないですか。手柄電気エネルギー吸い取ってるとしか思えないですね。お前はドクターゲロか。ほんで道中手に入れた武器でしれっと戦ったりする主人公ですけど、なんで武器の使い方知ってん。斧とかバールとかまあただ振り下ろせばいいだけの武器やけど、銃とかなんかようわからへん武器とか、挙句の果てにはロケランとかぶっ放す主人公いてますよね。ガラスも扉もこじ開けられない善良な謎の使命感を持っているくせに、なんでそういうところだけは大胆にボタンを押そうと思うんでしょうかね。ほんでその武器使って敵であれば見境なく殺せるというメンタルの強さ、情緒不安定か。あとね、もし外のエリアまで脱出できたとするでしょう。普通ホラーゲームで外のエリアって中盤か後半のエリアですよ。基本もう謎大体分かって脱出するだけで OK みたいな状況ですよね。でもさ、なんで 2m ぐらいの柵越えられへんの。なんでちょっとした瓦礫を登ろうとせへんねん。なんでそういうところで謎の使命感出てきて、洋館の住人が作った謎解きと普通の道に従って進むねん。逃げることが目的なら相手が頑張って作ってくれたであろう謎解きエリアくらい慈悲を捨てて逃げろや。
せっかく作ってくれた謎解きや一応解いといたろうみたいな善意で己の体を危機にそらそうと思う勇気は何なんですか。特定のゲームの話しますけど、ゾンビうじゃうじゃいてんのにピアノあるから一回弾いとこうとか、そういう主人公とかサブキャラいてますけど、どんだけ音楽精神高めな。どう考えても弾く場面ではないんやけど、なんで結構気持ちよさそうな顔で弾けるんや。過去のきらめく記憶を想起しているとしても場違いということを理解しようし、ほんで大体それで何らかの扉や機械が開くじゃないですか。洋館の住人も大概やな。まったくキビたちはなんなんや。ということで、ホラーゲームの主人公に起こりましたけど、皆さんどう思いますか？結構いろいろ思うことがあると思います。ホラーゲームの主人公ならず、まあいろいろゲームの主人公に思っているイライラしていること、ぜひコメント欄で寄せてください。それを僕が次々と代弁していきたいと思います。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッター、インスタグラムの登録お願いします。ではキャベツでした。次の動画で会いましょう。ほなまた。ホラーゲーあるある、陽気なデブは即死するかめちゃくちゃ生き残る、入り口から入ったのになぜか入り口に鍵がかかっている、スイッチを押すと何かが起こったような音はするが何が起こったのかわからない、水道を開けたら赤い水が流れる、動物が大体凶暴化している、カメラで悪霊が退治できる、自分の影でビビる、本が手に入ったら隙間のある本棚に収めると大体悪、集団で洋館に行くとグループから抜け出した人は大体殺される、シャワーシーンに入ったヒロインは大体殺される、ヒロインは大体ピアノを弾く、ピアノを弾くと扉が開く、主人公は笑おうとしないのに敵キャラクターはガラスを割りまくる。ようお前ら、最後まで見てくれてありがとう。私キャベツ、お前らに頼みたいことがある。それはチャンネル登録をしてくれ。まあチャンネル登録をすると何があるのか、で何がメリットがあるのかというと、お前らには特にない。ただチャンネル登録という欄に俺が動画を投稿すると最新の動画として現れてくる。結果お前らが視聴すると俺に広告収入が入る。ええことやな。だから登録してくれ。あと、ツイッターとインスタグラムをやっています。ツイッターでは結構頻繁にツイートはしてますが、インスタグラムは全く投稿しておりません。別に俺は顔出しをしているわけではないので、投稿するネタに困ってます。なので、コメント欄でネタをください。まあ、とりあえずお前ら全部いろいろ登録してくれ。あと、チャンネル登録をした後、なんか通知マークをオンにしてくれたら、俺が投稿すると君たちに通知が行くので、ぜひ、そこも通知をオンにしてください。よろしくお願いします。じゃあ次の動画で会いましょうか。ほなまた。